おいす、こんにちは、メリです。今回は、リコピンさんですね。考案者、もともとはレイコさんが、考案して、それを、なんかいろんな人がいろいろいじって、まあ、結果、いろんな編成が出て、積みなし編成が、まあ、これ、みたいな感じで紹介していきたいと思いますので、概要欄にはレイコさんの動画の URL と、まあ、このリコピンさんの Twitter の URL を貼っておきたいと思いますので、まあ、よろしければね、そちらの方紹介じゃねえ、参照してみてください。はい、ということで、シバドラシステム。で、ウルトラマンレオですね。で、積みなしなので、まあ、消せない状態、火とかが積みになっちゃってたのを、まあ、うまくカバーしてたりする。で、ここで活躍するのがこれ、クリエイターですね。ガンホーコラボの前回追加された最新の、新しいキャラ。こういうね、ちょっと一見使えなさそう、そんなにだなっていう風に、その当時は思ってたキャラクターが、こういう形でね、改めて使われるっていうのは結構好きなんですよね。まあ、だからこそ評価が難しいんですけどね。ということで、まあ、立ち回りはこんな感じです。まあ、この通りに動くかはちょっとわかんないですけど、まあ、一応、そんな感じですよっていうところで、実際にクリアして若干下って11分ぐらいだったんで、まあ10分ぐらいで安定していけるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ行きましょう。先日ですね、友人と花火してた時に、あ、太郎の武器打ってシバドラ打ちます。で、その時に一番テンションが上がる時、俺一人でいる時だわって言ったんですよ。そしたら寂しいって言われて、うるせえよいや、俺一人でいるときめっちゃ好きなんよね。もう一生結婚できないわ。はい、ということで1階層はこんな感じ。2階層は、クリエイターを先変身させないと、ここでシバドラ先打つとね、クリエイターの上溜まっちゃうので、先にクリエイターを変身させて、シバドラの B、まあ、B、A、B、C って感じですけど、シバドラ B を変身、進化させていきます。長いよね、このエフェクト。で、崩すだけと。オッケーですかね。一応ちょっと完璧に把握してないから、 PDC 画面俺もこっちのパソコンで見ながら行こうかな。ここはシバドラ C を崩すだけって感じですね。基本的にシウルフがアシストされているので、まあ、7コンボしていくような感じ。まあ、場合によってはちょっと削らないところもあったりするんだけど、ボス階層とか。はい、今日はペンがあります。よく僕ペンなくすんですけど、今日は手元にちゃんとペンがある。ペン使ってる人マジペンなくならん。よくなんか行方不明、よくお出かけするんよね。靴下の片方と同じぐらい。で、ここはシバドラ打って、ゴーザンズと、マームの武器を両方打ちしていきます。で、7コンボにはなりそうなので、このまま崩していきましょう。で、無効貫通、マームの武器がね、ここでめっちゃ強いんですよね。無効貫通がこう複数ターン続くので、これがめちゃめちゃいいと。で、エンハンスもかかってるので、だいぶいいですね。あー、ちょっとそれは7コンボいくか。あー、いったね。あぶねー。これ突破で、OK。で、ここはギリギリで耐えて、この次は回復しながら突破しますと。まあ、ルーレットあるので、ルーレットから取り出すような形でいこうかなと思いますけど。で、ギッギリ耐えます。もう6、6、ない。はい。ちょっと余裕持って、だいぶ回復しますけど。はい。まあ、一応僕はこう、列消し分ぐらいは余裕持ってやってます。OK ですね。で、7階層は出てくるのはベルドですね。水だった場合は火プラス3が必要なので、まあ、全力で削っていきましょう。ルレットあるんで、まあその中から、あ、しかもこいつ作ってくれるからそんなにか。まあこれぐらいで大丈夫でしょう。絶対抜けるぐらいの火力でいきましょう。まあエンハンスも効いてるので、ワンパーン、 OK。で、8階層は1回光だけ倒すので、無効貫通打たずに行きますよと。で、いいよね。まあ全力で。まあどうせ無効張ってるんで、左は沈むことないでしょう。 OK。 で、ここでクリエイター打って、レオはまあ打たなくていいかな。欠損してないしな。列分あればいいので、繋がらないようにちょっと意識だけ。 OK。
たくさんつなげプラス卑劣で OK で、出てくるのはニースです。1コンボして、レオ太郎プラス太郎プラスなら、1コンボします。でここの動きがちょっと待ってよ、ちょっと俺これちょっとオリジナル性出てるかも。で耐えますと、で俺これ打つわ、もうついでにいらんと思うけど、はいこんな感じで。このウルトラマン太郎のスキルも結構ね武器ですけど、だいぶ評価上がったんじゃないかなっていう。で10階層は遅延が芝に入ったので、ここはまあ耐久ですねと。これ打って足りそうだし、12345123456789、あー足りないのか。あでもここのループ途絶えないな、いいやもうもういいわ。あだったら余裕で太郎の武器でヘイストできてたから別にいなくてもよかったか。まあいいや抜いちゃえ。で11階層です。ゴーザンゼ出なかったのでもうこの消せない状態は無視でいいか。とりあえずまあつなげで、で雲とこっからあれでしょ、レオのループがいけるんじゃないかなと思うんで、これも打ってちょっと火がどこにあるんでしょうっていう。銃乗ってないけどどうかな、いけるかな。ああいけるね、強い。オッケー、12は結構全力パンチって感じかな。まあ例はあるんで卑劣分余分にもかなり生成はしやすいんじゃないかなって思います。結構順調じゃない、なかなか。ここねルーレットに吸われるんで少し注意してあげないといけない。あっこが火になったらね離していきましょう。 OK、 ちょっと時間かかるね、ここでねパズルの時間若干取られるっすよね。でワンパンしていくと、強すぎ。で13階層は奇跡、まあ特に何の問題もないかな。突破時にしっかり回復は必要だなっていうとこですけど、ほい、これもさ削れそうな気がするけどね。はい、普通に崩すだけでもいけそうな気はするけど、一応まあ火の列もね余分に組んであげた方がいいかも。削り損ねが一番タイムロスだからね。あー芝ドラ下げるのずるいな。ここしっかり回復で、オッケー、まあ抜けるでしょう。よし、オッケー。でクリエイターも溜まってますね、14回どっちがいても。闇かクリエイターはまあ角打ちでいいね、ゴーザンで溜まっちゃうので。これとこれとで卑劣強化列を余分にもう一個組みながらの全力パンチで全消し、よし落ち込むのって問題なく突破でしょう。はい強すぎ。でボス階層はレオ先打ち12だから一旦ここ待ちたいというところで、ここがね結局ここが一番難しいんですよね。だから12消しでしょ、まあ、ちょっと多いけど、あーちょっとやりすぎかなー。あーでもちょうどいいんじゃない、色が闇とからワンパンで持っていければいいなって感じなんですが、こうねこうね。さあこれでいけるかな、ほいいけますね。 OK
で16回で、クリエイター打って全力で削るんだけど半分いかないように削るみたいな難しいボス階層が一番難しいな。めっちゃむずいんよな、ここのね調整がかなり難しいっすよね。クリエイター打ってまあこうするんだけども、いや絶対まずい、それはこれやりすぎてる気がする。んーめっちゃねこの半分いかないっていうね、ジャスト半分いかないっていう。でこっからのですね、あー先打ちしちゃったな、まあいいか。こっからのですねこの耐久なんですよね、この耐久ね、このこのこれで2ターン耐久します。半分いかせません。で火作ってもらったでしょ、じゃあこれ全部火になったもんね、よし OK。 これで半分いかせずに、まあ落ち込みもないのでオッケー。でここで水じゃなければ問題ないっていう感じ、いいね、なかなかいい動き取れたんじゃない。これとこれとこれ打って、よしオッケーでしょ、これ倒すと。まあこんな感じでこれでぶっ飛ばします。よーし、結構ベストな動きできた気がする。早いんじゃない、10分切るか、どうだ、上限は落ちないと結構いいタイム出そうよ。ほい。あー、10分44秒。まあ、こんな感じでタイム安定するかなと思いますので、もしね、キャラクターいるよーって、シールフめっちゃ持ってる方、ちょっと限定になっちゃうのかもしんないけど、ここまで快適になると。まあ、よかったら試してみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。